こんにちは、速稼塾の久保です。持続化給付金のこの動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。私ね、4月の末あたりから5月の頭ぐらいからですかね、ずっと持続化給付金の給付の方法についてずっとお知らせしてきまして、おかげさまでですね、100名以上の方合計にして1億円以上の持続化給付金を、私のおすすめといっては僭越ですけどね、受け取っていただくことができたんではないかなと思います。喜びの報告もかなりいただきました。プラスアルファですけども、コロナ融資ですよね、低金利というかもうゼロ同然金利ですね、ゼロ金利で、長期返済、そして、金融情報とか金融自己情報に関わりなく借りることができるコロナ融資ですね、こちらの方もお勧めしてきて、何件かの方がこちらの方でもね、1000万という単位とかね、1500万という金額を融資を受けることができて、かなりね余裕を持った事業経営ができているんではないかなと思います。私の速稼塾のチャンネルを見ている方っていうのは多くの方が個人事業主だったり法人を作られたりとかしてますんで、かなりね今回は助かったんではないかなと思います。私自身もものすごくね余裕ができました。でプラスなんですけども、家賃補助っていうものがあります。これは持続化給付金を給付された方のほとんどには当てはまるものなんで、そのまま書類を横滑りさせればね、ちょっとした修正だけで、いきますので、家賃補助最大300万、そして法人なら最大600万を受け取ることができますので、かなりね今回の上半期で、いろんなね不都合はあったと思いますけども、資金的には余裕ができた方が多かったんじゃないかなと思います。何にしてもね、今回のコロナ制度がなければ本当に行き詰まった方っていうのは多かったと思うんですよ。その方たちに私たちがね、このコロナ融資っていうのができるんだよとか、持続化給付金をみんな受けれるんだよってことでお知らせした結果、たくさんの方がねトライしていただいて、資金的に回復していただいたのは私としてもすごく嬉しいことだなと思っております。特にねネットワークビジネスで昨年の売上と今年の売上にギャップがある方っていうのは、これによってね大きな補填ができますので、すごくいいんじゃないかなと思います。で、九州のね、大分速稼塾の松本さんですとか、それから新潟速稼塾の奈美さんとかね、岡山からは山根さんとかが協力してくださって、本当にたくさんの方をこの持続化給付金なりね、家賃補助なりコロナ補助に、導くことができて、皆さんね結果も出されているということで、本当に助かったなってことでございます。こういう制度ってのはあることを知らなければ使えませんし、自分に適用されるというふうに思わなければトライはしないと思います。多くの方は自分には関係ないというふうな勘違いをして見過ごしていることが多いと思うんですよ。で今回ね、私自分の実施した動画もどんどん出しながら皆さんに訴えかけてきた結果ね、すごくリアリティがあったんでしょうね。でリアルタイムに私もやってきましたんで、自分もやってみようって方が多かったのかなと思います。本当におかげさまでね、一旦ここでコーナーの方は9月末で終わらせていただきますけども、またね持続化給付金についてのご質問ですとか新しい、提案ですとかって出てくると思いますので、特にね、新菅政権体制になってから特別定額給付金の10万円も再配布されるという動きも出てきましたんで、非常にね皆さんの方にも祝福を届けることができるんではないかなと思います。私のね動画の中ではこういうふうな皆さんの資金的に得になる情報ですとか、それから事業とか企業とかのビジネスに関わる突破口を見つけるような、そんな考え方をお届けしています。これからもねよろしくお願いします。それではね、持続化給付金についてのコーナーとしては今月末で終わらせていただきますけども、ただね情報発信は続けてまいりますので、厚生労働省、そして経済産業省、その他の省庁のホームページと合わせて速稼塾のこの動画もご覧いただければと思います。そしてできればね、チャンネル登録をするにとどまらずに速稼塾に入っていただいてね、長期ローン30年の分割もやってますんで、ご参加いただいて、もっともっとね、限定公開動画でお得を勝ち取っていただきたいかなと思っております。それでは今回は以上です。